暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。イエス・キリストの救いの御業に大きな役割を演じた聖母マリアについて、聖書はそれほど多くを語っておりません。その中で7つほどマリアの姿が現れる場面を挙げてみたいと思います。まず天使による受胎告知の場面、エリザベットを訪問なさる場面、ベトレヘムにおける御子イエスの誕生の場面、神殿に幼子イエスを奉献する場面、イエスが12歳の時ヨセフと共に神殿に行った折に迷子になったイエスを見出した場面、カナの婚宴での場面、そして最後に十字架のもとに佇んでいらっしゃる場面でございます。このどの場面においても聖母はある意味で理不尽な仕打ちをお受けになったり、または不可解な言葉をお聞きになりました。天使からやぶから棒に、あなたは身をもって男の子を産む、その子をイエスと名付けなさいと言われました。自分のいとこのエリザベットが年老いているのに子供を宿していると聞いて手伝いにいらしたマリア様に、エリザベットはあなたは女の中で祝福された方です、体内のお子様も祝福されていらっしゃいますという挨拶をお受けになります。ベトレヘムでは御子の誕生に際してさまざまな不思議なことをマリアは見聞きいたします。羊飼いたちの来訪、そして3人の博士たちが遠いところから贈り物を携えて礼拝しに来たこと、神殿にイエスを奉献しにマリアとヨゼフは行きました。これは初めて生まれた男の子は死によって聖なるものとされるという習わしに従ったんですけれども、そこでシメオンという年老いた人にイエスの将来について聞かされ、またマリア自身心を剣で差し貫かれるだろうという不思議な言葉を聞きます。次にイエスが12歳の時ヨゼフと一緒に神殿に参ります。そしてイエスがはぐれてしまう。3日後にようやく神殿に見つけた時にイエスが言ったことはお詫びの言葉ではなくて、どうして私を探したんですか、私が父の家にいるのは当たり前でしょうという不可解な言葉でございました。それからカナの婚宴、そこでブドウ酒が足りなくなったことに気づいたマリアがイエスに語りかけますと、イエスは夫人よ、それは私とどういう関わりがあるんですか、私の時はまだ来ていませんという、これまたある意味でそっけない返事が返ってまいります。そしていよいよイエスの最後の場面、十字架のもとにマリアは佇んでいたわけですけれども、
その時にヨハネを指して、婦人よ、ご覧なさい、あなたの子です。そしてヨハネに向かって聖母マリアを指して、見なさい、あなたの母です、という言葉をマリアはお聞きになりました。これら7つの場面、どれを取り上げてもある意味で不可解で、時には理不尽な、そういう状況でございましたけれども、聖母マリアはなぜ、どうしてと問いただすことなく、聖書はマリアのこれらのことに対した態度を一言で表しております。マリアはこれらのことをことごとく心に収めていた、という言葉です。そしてこの心に収めていたという言葉こそが、聖母マリアの神様に対しての態度であり、ちょうど天使から受胎告知を受けた時に、私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますようにとマリアは答えておりますけれども、それは父なる神に対しての全幅の信頼と従順であり、我が子であって我が子でないイエスに対しての、これまた限りない愛と信頼、その表れとしての心に収めたマリアの態度だと思います。聖母マリアは私たちが御像に見るように、または有名な絵画に描かれているような八頭身の貴婦人のような方では私はなかったと思っています。ある意味でありふれた平凡な女性だったかもしれない。白尾のような華奢な指をお持ちの方ではなくて、毎日の水汲み、炊事、洗濯にもしかしたら指は荒れていたでしょうし、腕も太かったかもしれない。しかし何千人何万人同じような女性がいたとしても、あ、これがマリア様と私たちがすぐに気づく、その美しさと魅力を聖母はお持ちでした。で、それは一つには神の母としてすでにお宿りになった時から、現在の汚れから清められていた美しさであり、そしてもう一つの美しさは、このすべてを心に収めて生きていらした、そのマリア様の美しさだと思います。私は若かった時、2ヶ月ほど仕事のためにブラジルの各地を旅をいたしました。カトリックの信徒の多い国でございますから、教会もたくさんあって、カトリックの教会に必ずと言っていいほどマリア様の御像がございました。私の心を打ったのは、そのマリア像の前でわずかのお金を払ってろうそくに火をつけて一心不乱に祈っている貧しい女性たちの背中でした。それはあたかもマリア様、あなた様なら私が今忍んでいるこの苦しみ、不当な扱い、理不尽な言葉、それがお分かりです。なぜならあなたご自身が多くの不可解なこと、わからないこと、つらいこと、苦しいことを心に収めた方でしたから。そしてマリア像はもう例外なく絶え間なく登っていくろうそくのすすで薄汚れておりました。で、私はそういうマリア像を見て、十字架の上で血まみれになってお亡くなりになった
御子イエスの母として、むしろふさわしいお姿ではないかと思ったことがございます。マリアは多くのことを心に収めました。どこに収めたというと、私は聖女サンクチュアリと呼ぶところにお納めになったと考えております。でこの聖女と呼ばれるところは、私たち一人一人が魂の内部に持っていて、他の誰にも打ち明けない、心に納める場所だと思います。他人に土足のままでずかずかと入らせない場所、そこで神と出会い、すべての人に見放されたとしても、自分の最後の砦として、そこで自分を立て直して、また生きる力と勇気をいただいていくところ、それが聖女と呼ぶところではないかと思います。相田光男さんが、誰にだってあるんだよ、人には言えない苦しみが、誰にだってあるんだよ、人には言えない悲しみが、ただ黙ってるだけなんだよ、言えば愚痴になるからと読んでらっしゃいますけれども、私たちの聖女もこの愚痴にしたくない苦しみ悲しみを収めておく場所ではないかと思います。聖母マリアは私たちに先立って心に収めておく術を教えてくださいました。すべてを神のお計らいに信頼して委ねて、そしてことあげをせず心に収めること、その意味でも十字架の下でイエス様がおっしゃった、これがあなたの母です、私たち一人一人のお母様として心に収めたマリア様がいらっしゃるんだと思います。天使は答えた。生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。神にできないことは何一つない。マリアは言った。お言葉通りこの身になりますように。ルカ1章35節から38節。